れば人間を連れてこい。Thank you.
こいつは昼の悪魔だね。飲み込んでいい？よし。昼の悪魔、駆除係。新人は生存者の救出ホールド避難誘導。はい。キムさん、悪魔の警戒をお願いします。よし。お前たちの事情聴取。聞いてない。猫は動物病院で健康状態の確認。お前もね、拾っておいたぞ。輸血したらくっついたらしい。本当に悪魔みたいなやつだ。てめえだって悪魔と仲良く話してただろ。俺は見てたぜ。本当に何も知らねえんだ。デビルハンターは悪魔と契約して悪魔と戦う。俺は狐の悪魔と契約している。力を借りる代わりに体の一部を狐に食わせる契約だ。今回は皮膚を食わせた。はぁ、いたぞ。悪魔は常に人の死を望む。それは魔人も同じだ。パワーはいいやつだぜ。監視カメラに巡回エリア外に行くお前たちが確認されている。それにコウモリの悪魔が潜んでいたと思われる家にはお前の血が大量に落ちていた。お前、血の魔人に殺されそうになっただろ。理由はわからないが、お前はまた悪魔に肩入れしているな。さあ、どうでしたかな。娘がチェンソーの人に直接お会いしたいと。ありがとう。悪魔に会社で食っちまうぞって言われて逃げたんですけど、よく見れば公安の服を着ていたし、お礼を言いたくて。男の命が差し上がって。悪魔が俺のと車を投げたんだ。チェンソーの頭に刺さった。俺がもっと詳しく調べて上に報告すれば、チアマジンもそれをかばってお前も処分される。だが死も出なかったし、お前が一つだけ条件を飲むなら今回も見逃してやる。ああ。俺の言うことは素直に聞くこと。お前はバカでガキで道徳がない。俺はお前より先輩だし、社会正義も持っているつもりだ。俺の言うことを聞いていれば、お前は今の生活を守れるぜ。どうだ、分かったら返事。おお、頭に入れといてやろう。安心してくれ。あんたらみてえにご立派な目標はねえし、しょぼい夢しかねえけどよ。てめえと同じぐらい、俺、マジでやっからさ。どーんと期待しといてくれ。とりあえず、警告ごとや。ああ、それも考えといてやるよ。俺たちはデビルハンターです。悪魔の魔人でも、使えるものは何でも使うべきだ。でも敵は敵、利用するだけです。慣れ合うつもりはないですよ。そこで超悪い悪魔が住んでるっぽい家を発見し、コウモリの悪魔と遭遇したそうです。レンジはチェーンソーとなってコウモリの悪魔を駆除後、今度はヒルの悪魔の襲撃を受けましたが、こちらは我々4課が駆除しました。またコウモリ、ヒルからは共に銃の肉片は発見されませんでした。報告は以上です。ご苦労様。でもレンジ君とパワーちゃん、知らず知らずのうちにそんなに遠くまで行っちゃったんだね。奴らは信じがたいほどのバカですから。巡回エリア内からの逸脱は違反行為だけど。
今回は死者も出ませんでしたし、結果として悪魔2体も駆除もできましたから、不問にしてよろしいかと。わかりました。では失礼します。早川君も少し頭が柔らかくなった。天智君と一緒に住んでる影響かな。まさか何も変わってないですよ。天使。